今年11月に山手線渋谷駅で線路切り替え工事が行われます。JR 東日本は8月8日、今年11月18日から19日に渋谷駅山手線内回り外回りにおいて線路切り替え工事を行うと発表しました。渋谷駅では2015年より駅改良工事が進められています。ステップ5段階目となる今回は、渋谷駅周辺の街づくりの一環として、快適な駅空間の確保に向け、山手線の線路とホームを高くします。約20センチメートル高さを上げることにより、山手線と埼京線ホームで同じ高さになります。この工事に伴い、11月18日から19日は、山手線が、一部区間で運転を見合わせます。運転を見合わせるのは大崎から池袋間となり、11月18日に外回り、11月19日に内回りで全列車が運休します。このほか、運転見合わせにならない区間では、本数を減らしての運行となります。また、京浜東北根岸線では快速運転の中止、埼京線、臨海線では新木場から赤羽間で増発、相鉄線直通列車は池袋駅折り返しとなります。JR 東日本によると、今回が5回にわたる渋谷駅での最後の線路切り替えとなり、今後は駅コンコースの拡充や共同開発ビル工事を本格化するということです。これで、8月8日の KAB ニュースを終わります。